はい、こんにちは。1月7日です。今日はタルタリアの、街はどこにあったか、タルタリアの都市はどこにあったんだろうかって思ってね。インドはやっぱりタルタリアの 文化があったみたいですよね。問題は、例えばタージマハールなんかのね、あの様相っていうのは、イスラム風ですよね。でもイスラム教はインドにはないですよね。入ってきてもいない。インドは何やったっけ？ヒンズー教ですよね。でも建物はイスラム風で、あれとそっくりなのが、何ですっけ、中央アジアのタジキスタンか。あの辺のやつがそうなんですよね。で、じゃああの2つはつながってるのかちょっと、そうでもないんですよね。パキスタンにはほとんどそういう文化ないんですよね。だから、別の都市国家だったってことですよね。あとモスクワですよ。レニングラード。ヨーロッパ。ヨーロッパも東ヨーロッパにもあるみたいだし、西ヨーロッパにもありますよね。それからハルピンですよね、あの辺。それと、ニューヨークとワシントンあたり。それからカリフォルニアみたいですね。ウラジオストックもあったのかなと思うんですけどね。多分あるんじゃないかな。そんな感じで、タルタリアっていうのは、いろんな都市国家があったっていうのはなんとなくわかりますよね。一つの巨大なね、大きな、都市国家があってっていうわけじゃなくって、いろんな都市国家がまとめてタルタリアって言ったんじゃないかな。それからヨーロッパとか、あっちの方の、やっぱ建物と、それからオベリスクというインドとかね、中央アジアのね、イスラム風のやつね、建物がやっぱちょっとね、雰囲気っていうか匂いが違いますよね。それからニューヨーク、ワシントン、国会議事堂とかね、ホワイトハウスとかさ、国立図書館なかったっけ、ああいうところもまた雰囲気ちょっと違うんですよね。だからやっぱちょっとね、違うんでしょうね。種族が違うというか。だけど、今度は巨大なドアがあるとかね、そういうのは共通ってことは、やっぱり巨人族はいたんでしょうね、各都市には。だから、やっぱ見てると、いろんなことがヒントがね、あると思うんですよね。確かに遠藤さん言うじゃないですか。暖房装置がないんだ。だから暖かかったんだ。確かにそうですよね。ヤシの木の生えてるのもありましたよね、モスクかなんかで。もう一つは、そのタルタリアを滅ぼした DS 側の本拠地はどこにあったんやろうかってね。で、イギリスなのかなとか言ってね。パリなんかはずっととドイツとかあの辺から連なってて同じような都市国家があったんでしょうけど、イギリスはそれに対して敵対した都市だったんじゃないかなと。でなきゃそれ以外の都市でその対抗できるだけの文明を持ったところってないですよね。まあそういうとこです。